津川バイパスは、新潟県東神原郡和賀町を通る国道49号のバイパス道路。津川インター入口交差点異性は、国道459号と重複。津川トンネル国道49号の和賀町、津川市街地を経由する区間は、多くの商店や住宅が立ち並んでいる上、道幅が境いで、クランクがあるなど、交通の大きな障害となっていた。そこで、 旧区間の南西側を経由して、市街地の両端部にあたる、大和つ根派港、つ根派橋西詰にある、平堀交差点と、大和津川の麒麟橋南詰との間を結ぶ、バイパス路線として、1980年12月に開通したのが、延長 3.3km の玄区間である。前線片側1車線、福音 14m。 キ麒麟橋南緑に接続する567メートルの津川トンネルを有する。また、津川トンネル、キリン橋を通り、阿賀野川右岸を通過するルートは、急旬の断崖に沿いながら万越再線と並行する区間で、この間の道路施設の多くは老朽化や境外化が、著しい条件下にある。さらに事前通行規制区間に指定されている箇所もある、ことなどから、 2013年3月30日より、国道49号新潟方面は、赤町大木、黒岩間が通行止めになり、万越道津川インターチェンジ入口交差点と津川トンネルの間の足沢交差点に寄り上げ、川改良を通過するルートとなった。なお、従来経由していた市街地区間は県道に降格し、新潟県道14号柴田津川線となっている。大半の区間で、 予測放送を放送している。国道459号はバイパス開通後の指定のため、旧道は存在しない。ありがとうございます。